最近さ、最近めっちゃハマってんの、これ。これ、超うまい。セブンイレブンのさ、汁なし担々麺。これ、冷凍のやつなんだけど、めっちゃうまいんですよ。これ、おすすめ。おすすめね、これ。なんていうの？なんか、担々麺だからこそ、できる、この、ホワジャオの、痺れ感とか、辛さもね、さほど辛くないんで、辛いの苦手とか、そんな人でも食べれちゃうような一品になってます。400円ちょっと。そんなもん。これおすすめよ。おすすめ。できた。できた。これ、できたよ。できて、ちょっとこれ入れたりすると美味しいんだから。いいよ。これ、これ映してあげる。これ、こんな感じなんだよ。こんな感じになってます。これ混ぜてさ。あ、いい。いいよ。なんていうの？ごまの匂いするね。うん。ごまっぽい匂いがしますけども。これを混ぜて、そのまま一口いっちゃう？うまいね。うまいね。この肉味噌が美味しいね。これけど入れた方が絶対うまいの。これをさ、結構、酢結構入れるんだよね。ドバドバっと入れて、混ぜて。うまっ。やば、超やる気出る。超うまい。あ、うん。あ、やっぱ、辛い、辛い。辛味もちゃんとあってね。うまいです。けど、よっぽど辛いの苦手じゃなければ、うん、食べれるから、さっき言ったようにね。うまい、これ。今日はね、野球ですから。日曜日やっぱり野球やるに限りね、あったかくもなってきたし、いい感じですよ。まあ、野球、今日、打ちたいな。ヒット打ちたいな。あ、危ない。危ない。危ない。何してる？待って、危ないよ。何してんのお前。明太子どういうつもり？醤油焼きでってうまっ。いや、明太子ご飯につけてって。醤油で？なんでカレーのが良かったと思う。明太子カレーめっちゃうまい。うまそうだ。うん、おろしはこっち。あ、なるほど。あの、醤油焼きもうまそうだ。こういうの家の近くに欲しいもん。これ うまいぞ、結構。初めて見た、野郎飯なんて。食べな。これうまいかも。マッチングアプリは順調？全然マッチングしねえ。マッチングしねえ。はい、ということでやっていきたいと思います。今5時ぐらいなんだよね。もうすぐ5時なんだけど、1週間1件も配達しないで終わるとかっていうのはちょっとダメだと思うから、そこはやってきますよ。野球上がりでね、まだシャワーとかも浴びてないんだけど、どうせ配達したら汗かくじゃない。だからいいんだよ。やってきますよ。2件ぐらい
この時間微妙だから2軒ぐらいはできんじゃないね。今日は別にあれあれよ、すごく稼ぎたいとかじゃなくて、ちょっと今日みたいに1時間ぐらいしかやらない日は出前館で、ね、単価よくやっていくのが一番賢いと思うんだけど、どうかな、まあ、時間も微妙だよね。5時ってこれからだもんね、飯食うの。まあ僕は野球上がりで、みんなでなんか生姜焼き屋さん行ったけど、いや今んとこ全然元気ないね、まあ、今ちょうど5時になったとこなんだけど、10分以内にはきっと何かしらあるでしょう。リクエスト入るでしょう。もうこれはね、長年の経験から言わせてもらうと、そうだよ、もうね、日曜日はすんごい暇なこと絶対ないから、10分以内なんとかなるよ。あれ全然なんかリクエスト入んないな。暇なのか今日は。どういうこと？シャワーしてないから？なんだろう。10分経ちました。あれやばいっす。この時間失敗したか。やばいのか、暇なのか。もう暖かいからみんな外でちゃんと買っちゃうよっていう話なのか。やばい、これ一番休日をこう無駄な時間にしてる感じ。やべえだろこれ。しゃ来た。出前館行くよしよかった。マジで20分近く頑張ったから、待ったから、やっとだよ。本当に遅いよ。本当もしかしたらこの一件で終わっちゃうかも今日。はい、オッケー行きます。ちょっと遠いんだけどもないよりマシだから。ないよりマシです出前館。ちょっとあれだな、ちょっと遠すぎるやつ取っちゃったかもしんない。まあいいのよ、こうやって稼働ちゃんと1週間のうちに1回でもね、2回でも、やってるよっていうことがもう大事なわけだからさ。最近ね、新しい会社入ったわけですよ。で、まあ言ったら若い子の育成だったり、そういうのも携わらせていただいてるわけですけども、面白いね今の若い子は。なんかなんて言ったらいいのかな、教えてあげることって結構いろいろあるんだけど、こういうことだから、あの営業マンとしてはこういう風に、例えば上に物事を報告あげたりする必要があるんだよとかって言って、でもなかなかね聞いてくれなくって、でちょっと強めにこういう風にそろそろしないとやばいよみたいな話して、その理由はねって言ってちゃんと理由まで話したら、僕より一回り以上下の男の子なんだけどね、なるほどねっていう風に言ってたよ。いいよ、もうなるほどねって言っちゃうんだから、もう周りの人たちみんな爆笑してたよね。いい会社ですよ。あ、めっちゃお花見してる。いいね、ちょうど今日あったかかったしね。いいよね、お花見いいよ、わかる、テンション上がるんだから。もうお花見っていう名目で酒飲みたいだけだから人は。すんげえ遠かったけど、いい、これで750円ぐらい稼げたわけだから、20分ぐらいで750円したらだいぶいい時給だよこれは。まあ一回また蒲田駅の方戻る必要は出てくるわけだけどもね。いいよ。まさかの今日2回目、行きましょう。行くよ、行って。ママ。
うまい。うまい。大阪、今日も大阪頑張る。今日からまだ始まります。大阪、大阪、大阪、やばい、遅刻する、遅刻はやばい、マジでもうちょっと早く起きるべきだったのかな。もうこんなせかせかした月曜日の朝を迎えるのはやだわ。じゃあ今週も皆さん平日始まるけど頑張っていきましょう。じゃあ、はあ、全然違う。